I'm Motoko. I'm a yoga instructor. I'm studying English for having bilingual lesson. I like Cebu, so I have enjoying in my life.私は今ヨガインストラクターなんですけど、海外で新しいヨガの資格を取りたくて、ただ今まで英語を勉強したことがなかったので、海外の先生もそうですけど、生徒さんともコミュニケーションが取れないということで、海外でヨガを勉強するために、勉強をしています。すごく難しかったです。英語特有の表現もありますし、その反対も日本語特有の表現もありますし、表現だけでなく考え方も違うので、そうです、日本人ではこの伝え方がすごくわかりやすいけれども、英語にすると全く違う意味になってしまうということもありましたし、ヨガは専門的な言葉が多いので、日常会話だけではちょっと足らないなと感じることが多かったです。実は私は3年前にセブに旅行できたことがあって、その時にすごくセブが好きになりました。すごく楽しかったし、あとその泊まっていたホテルの方々もすごく優しかったので、英語が聞き取りやすかったっていうのがあったんですね。それで、もし留学することがあればセブに来たいなとその時から思ってました。正直あまり EOP を感じていないので、どうだったかと聞かれると疑問なんですけれども、苦ではないのは確かですね。はい。ただやはり皆日本人が多かったり中国人が多かったり、もちろん勉強しに来ているメンバーなので、ホームステイと違ってネイティブの人と24時間一緒にいるわけではないので、そういう意味ではあまり EOP を実感するところは少なかったです。自分の目的に合った学校を選ぶというのは非常に大切だと思います。友達がこの学校をお勧めしていた、でもその友達とその自分が違う目的があれば、その学校と違う学校の方がその方には合うかもしれないですし、そこはよく考えたり調べたりした方がいいのかなとは思います。私自身はすごく好きなんですけれども、やっぱりフィリピンの風土ということで少しソルティだったりするんですね。で、1週間2週間というのはすごく美味しくいただいたんですけれども、1ヶ月以上過ぎたぐらいからもう少し味の薄いものが食べたくなりました。先生たちと一緒に飲みに行ったことですね。あまり日本で先生と一緒にお酒を飲むっていう機会って少ないと思うんですけど、すごくざっくばらんに接してくださるので、先生方が一緒にお酒を飲みに行ったりとかご飯を食べに行ったりっていうのはすごく楽しくて、でもちろんそこで初めて交わす会話もあったり、学校では普段話さないけどこういう会話があったりっていうのはすごく楽しかったです。以上でインタビューです。はい、ありがとうございました。